来たな。ほんま大丈夫か。あるじゃねえか。ここだ。まだまだ。いい修行になったな。次はこれをやってみろ。ここだ。ここだ。ここだ。ボディレスやるよ。大丈夫か。なんとかまともに動けるようになったな。話は大体分かった。俺が突然体が動かせなくなったのはその波動のせいなんだな。気が封じ込められるのは厄介だが、
敵だって同じ条件なんだ。きっとなんとかなるさ。そんな一言みたいに言わないでくださいよ。今は一人でも多く仲間が欲しいところなんですから。クリリン、なあヤムチャ、またオラたちと一緒に戦ってくれよ。悟空、武道家を引退して随分経つ。腕が昔よりなまってるかもしれん。本当に俺が一緒に戦ってもいいんだ。ああ、せっかく道着も着てんだ。戦んねえと持ってねえぞ。大歓迎ですよ。それにクリリンだってちゃんと戦って大丈夫だって。クリリンだってって、お前何げん。説明するとさ、そうか、
この妙な波動が原因で迷惑をかけたな。もしよければこれからは俺も一緒に戦わせてくれ。心配をかけてすまなかった。だがもう大丈夫だ。こういう時こそ日頃の修行の成果を出す。ケンさん、だからチャンス、お前は。だったら僕、ケンさん助ける。一緒に戦う。チャンス、分かった。ただし俺のうん